長編 TV ゲリラプレゼント解析テープ応募資格証はこちらになります。そのプレゼントとこちらです。スミレグローブエアメンマンモデル長編 TV T シャツアシックスバッティンググローブ最軽量のスミレグローブなんと 500g 以下。そして長編 TV T シャツもプレゼント。皆さんコメントお待ちしてます。はいどうもひろとです。よろしくお願いいたします。はい、長編 TV で初実況を務めさせていただきます。本日はモナールチャンネルマサさん所属のステイドリームさんとの試合です。先発はエース破壊王。いやストレートもねキレがあってフォークもキレがある。本当にいいピッチャーです。では早速見ていきましょう。1回です。先頭ねしっかりね抑えられるか立ち上がりをね頼みます。お願いいたします。まずインコース構いますね、昴生さん。はい、ナイスボールです。これをねまっすぐでねカウント取れるのがいいですね。はい、次ショートゴロでアウトにします。ここ先頭をしっかり抑えます。はい、次4番バッター抑えられることができるのか。ランナーは一塁です。はいはい、このインコースビタビタで見逃し三振を取ります。はい、翔平図先頭は私ひろとでございます。まあ、しっかりね先頭出たいところですね。はい、ここをね先頭フォアボールで出ます。で超攻撃的2番翔平さん入ります。はい、出して打つことができるのか。いやタイミングは合ってるんですよ。怖いですよ。長打期待してますね。打った、これを進塁打、まあ詰まらせてるんだけど進塁打になります。で初回先制しなおもチャンスで両平さんが打席に入ります。打つことができるのか。打った、コピッチャー弾いて内野安打になります。タイムリー、じゃあナイスバッティングですね。はい、4回2番手には江賀さんが上がります。いや久しぶりとか言ってたんでいいピッチングできるかな、できるんですかね。はいはい、空振り三振に抑えます。ナイスピッチングです。こそ練してるんですか。こそ練してそうな感じがしますけど。はい、次のバッター、ここ新山さんショート、いやいいショートです。これね絶対こそ練してますよ江賀さん。はい、次私ひろとがマウンドに上がります。で対するはモナールマサさんですね。いやー長打が怖いですよ。めちゃくちゃ長打打つんで名前と興味は行きたくない。いやーこれね開きが早いんですよ。まあ、今後の課題ですね。次の球、はい、歌山さん。いや、新山さん、めちゃくちゃ動きがいいです。いや、助かります。先頭を打ち取っていきます。次のバッター、はい、ここは沈むボールでカウントを取りますね。で、次は、はい、このストレート、空振りを取っていきます。はい、次の球、インコース外れてボール。はい、次行きましょう。はい、はい、来た。入ってるのか、これは。はい、これを見逃し三振に取っていきます。いや、見逃し三振取れる自体がね、驚いてます。はい、続いてはステイドリームスさんの監督さんです。はい、ここはヒットをね
こっちとか言ってますね。いや甘い投稿行きたいですね。行くんでしょうか。いや惜しい、ナイススイングです。いやでもね、さすがですよね。いや惜しいです。これもサードモスさん取ってこれをアウトにします。三者凡退で抑えます。はい、なんかね、まあ、元さんもちょっと止まってたんですけども、はい、次6回です。はい、このバッターをまあカウント取っていきますね。じゃあこれもカウントね、カーブでカウント取っていきます。はい、次の球、はい、ここをね詰まらせてファーストゴロに打ち取っていきます。はい、次のバッターですね。これファーボール出しちゃいけない、ダメですね。ここ課題なんですよ、ファーボール。自分が課題です。次のバッター上げてタイミングを外すんですけども、サード元さんがエラーします。いやでも元さんはしょうがないです、ピッチャーなんで。で、はい、ランナー2、3塁にピンチになります。いやー最悪です、パワーボールから始まってます。打った、終わった。これもカーブで外すんですけど、タイミング外してもなんか丸い予感ってあるじゃないですか。そんな感じです。はい、なんか嫌な予感しかしなかったパターンです。次のバッタードカーン、いやレフト、そう、いや、そんなキャッチです。じゃあね、この打球ねスライスしてて難しいと思うんですけど、いやさすがです。はい、で守備の乱れもあり、さらに2、3塁のピンチになってしまいます。ここは最初失点で打ち取ることができるのかな、どうなのかな。最初失点でいきたいですね。ここは抑えられることができるのか。ファイターバッター、ここをライトフライに抑えます。いや最初失点で、ね、抑えたのがね良かったです。なんとか同点になりましたね、食い止めたしね。続くマンドは昴生さんかな、昴生さんかな、いや良平さんが上がります。6番手で、いやー、まあ、変則ピッチャーなんでね、テンポよく行きたいところです。外に外れています。いやー嫌な予感しかしないですね。同じ球でパワーボールになってしまいました。最悪なスタート、先頭フォアボール最悪。次なんですけども、外に外れてボールで、次入るんですけど盗塁を許されます。はいはい、これ緩急で空振りを取ります。いいボールです。あれはライト前ヒットになります。でも海王が前に守ってたのため、まあ、ランナーは走らされるに良かったですね。ここピンチ抑えられることができるんでしょうか、良平さん。果たして、また本当にいいスイングしてきますね。バッター打った、ラストモットさんだ、強肩だ強肩だ、投げたレーザービーム、いやドンピシャストライク、アウトー。いやこれは今日一なプレーですね。いやこれはいいプレーが出ました。これでもう助かりました。いやここでマウンドにはあの男が上がります。翔平さんがマウンドに上がります。いや久しぶりですね、こうやって投げるのを本当に見れて嬉しいですね。で果たしてね、このピンチをね抑えられるのか、
でも抑えられると思います。すごいんですよ、あんまりあのボールを投げないっていうか、ここちゃんとあの厳しいとこ攻められるので、いやさすがビッグボス、いやさすがです、本当に。空振りを取っていきます。ここも空振りを取っていきます。いやーここを抑えたら流れ来るぞ。はいはいはい、空振り三振で逆転に望みを託します。いやこれはでかい、いい流れが来る。いやー本当にで、ラストの攻撃、この流れで逆転したいところ。先頭をフォアボール、破壊王がフォアボール出ます。続いてのバッターゆささん、次もフォアボールで出ます。フォアボール、フォアボールの流れがいいです。チャンスでトントロチーズ来ましたよ。トントロチーズ来ました、トントロチーズ打つか、トントロチーズ打った、打ちました。しぶとくここはレフト前に持っていきます。いやナイスマッチングです。でレフトもこれナイスボールです。そして満塁になります。でここで元さんが倒れて、次のバッター来るか、最強打者やばいでしょこれ、威圧感がやばいですよ。はい、いやーね、元ソフトバンク DeNA の白根さんが打席に立ちます。威圧感がすごいです。でこの打席はフォアボールとなります。でシアネさんのプレーは次回の動画で流しますので楽しみにしてください。でここでチャンスの、さよならのチャンスの場面で2番、背番号 2？はい、私です。私ヒロトが打席に入ります。いやここはねいいところを持っていきたいですね、美味しいところ。まずこのね初球をね見逃してストライク、次のボールです。注目、はい入った、入ったはい、はーい、ほーい、ほい、ショートに来たー、さよなら。ここね、本当に嬉しかったです。あまりね、さよならだってね、人生に何度しかない、何度かしかないので、何度もないか。なんで、超嬉しかったです。シーソーゲームを制しました。はい、嬉しい。いやー、勝てて本当に良かったです。ステイドリームさん、ありがとうございました。また対戦の機会。あったらお願いいたします。はい、え MVP の発表します。もちろんさよならだの私ヒロトが MVP をもらいました。ありがとうございます。いや本当に嬉しいです。はい、ありがとうございます。でステイドリムさんからも、オナールさんの動画にもよく出ているオカちゃん、おめでとうございます。いやーね、オカちゃんさんもねいいバッティングするので、まあ、次回の白根さんのピッチングにも出てくると思うのでぜひ見てください。で景品はミストガードになります。そして残りもじゃんけんになりましたね。でみんなでじゃんけんして残ったのが昴生さんと翔輝さんですね。はい、勝った昴生さんにはコンガードで、次回白根さん編になります。本当にピッチングもすごかったので皆さん見てください。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。
翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。